この配信は皮膚の難病道化師用魚鱗癬と戦う小学1年生の岳くんとその家族を取材したものです。今日は料理を作っていきます。先生、今日は何を作るんですか？ココナッツプリンです。ココナッツプリン、ココナッツ、はい、を使ってプリンを作る。このココナッツミルクを使ってプリンを作っていきます。はい。なぜプリンを作るんですか？誰に作るんでしたっけ？母ちゃんに。母ちゃんに。どうして？もうちょっとで誕生日だし、もう今でもちょっとだけサプライズもしようかと思って、うん、そうですね。母ちゃんの誕生日だし、ホワイトデーということもあって、ホワイトデー、はい、ガクと父ちゃんで母ちゃんのためにココナッツプリンを作ります。イエーイ。さあ始めましょうか。はい、先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。材料紹介いいですか？さっき見せたこのココナッツのミルクを使いました。はい。あとはこのゼリチンを使いました。はい。もう一個、はい、でフラワートッピングっていう食べれるなんかトッピングを最後につけます。はい、うん。あとただの牛乳、ただの牛乳、はい。いちご、はい。おっと、2割引き2割引きですね。はい。これ何やったっけ？これは天才糖です。斉藤、斉藤。お砂糖ね。初めてやよね、ココナッツミルクプリンって作るの。こんな感じなの、これめっちゃ白いです。おー、白やべえね、もうそのままドバッと入れたと思うな。うん、なんかいい匂いする。確かにね。これはね、母ちゃんがココナッツが大好きなので、父ちゃんが母ちゃんのためにと思って。帽子取っとく？かゆい？かゆい、帽子取る。帽子かゆかった、取っとこうじゃん。取ります。はい。買ってきたんですよ。はい。おでこがかゆかった。かゆかった、じゃあ取っとこう。頭のやつつけへんねん。頭つけるとおでこかゆいんやって。これで混ぜます。はい、はい。こんな感じでしょうか。わかりましたね。全部ですか？お願いします。周りがプツプツって泡出てきたら OK。 あ、顔でこかゆいな。作ったらお風呂入ろっか。シビア塗りたい。に塗ったのか。うん、塗ってもらい。たくさんおでこにお薬の塊がついてます。あ、いい感じ。塗れた？塗ったのか。おでこ見えやんから難しいよね、自分で塗るの。中川くん、ココナッツで何か一曲、なんかいい歌作って。うん、うん。ココナッツはデザートにいっぱい使われて美味しくて、みんなが幸せになるぐらいの美味しさ。これぐらいしか思いつかんかったわ。あ、素敵な歌です。あ、ガン君ちょっと歯見せて。歯いいして。歯が抜けそうです。うん、おお、ガッタ。
もう3月でさ、もうすぐ1年生終わりだね。うん。おでこかゆいね。一番楽しかったことって何かある？秋見つけ。秋のものをいっぱい見つける。生活の授業でやったの？うん。楽しそう。冬見つけもあったよ、冬見つけ。うん。でも秋が一番な？うん。なんで？秋はちょっと変わった葉っぱとかもあるし、うん、いいなってどんなもの見つけた？赤い葉っぱとか、うん、つけたよ。他には？棒がいっぱい落ちとったよ。棒？どんな棒？うん、こんな長い感じの小さいのもでかいのも普通の棒がチラチラってめっちゃ落ちた。木の枝のことかな。うん、うん、本当にできるんかな、これ。おでこかゆいな。こんな感じ？うん。どう？甘い。これが固まったらプリンになります。はい。いい感じ。プリンの蓋っていう感じがします。意外と簡単な感じですか、ね、はい、じゃあ冷蔵庫に入れます。はい、プリンっていう感じがしますね。で、重ねられるでな、上に。冷蔵庫に入れました。はい、じゃあ固まるのを待ちましょう。じゃあやっていきます。はい、上に乗せるやつね。こんな感じでいいかな。うん、好きなように切って。どうやって置く？こんな感じで、うん、こうしてこうピッと切る。はい。オッケー。うん、よし、じゃあお風呂行こっか。いちごだけでいいんかい？いちごだけ。パイナップルは？いらん。え、あの缶詰ある。今、冷やしたプリンを冷蔵庫から取り出しました。それでは先生をもう一度呼びたいと思います。先生。どんな感じにできましたか？中身はどうなの、これ？いい感じになるでしょうか。じゃあ、飾り付けお願いします。小さいね、こっちが小さい。うん、していきます。はい、お願いします。あく、もうおでこかゆくない？うん、よかったね。じゃあこれは母ちゃんのから。あ、母ちゃんピンクのお花な。うん、かわいい。あくんが青いお花。うん、完成です。ガー君のが真ん中で、この青いのが白いお花も可愛いね。うん、はい。今日のクッキーはここまで。じゃあ食べてみましょうか。食べてみましょう。はい、いただき。ま、す、ピンポン。じゃあ、はい、食べてみて。これは食べてもいいやつなのかな。食べていいやつなんやな。うん、なんでできそうの、これ。食べてみて。これ全身食べていいって書いてあった。全身、うん、大丈夫。余ったイチゴはみんなで食べよ。イエーイ。かわいいね、猫ちゃんにお花。うん、どうですか？ココナッツのプリンがふわふわして
パイナップルと合う。うん、美味しいっていうことだね。そうですか、食べました。赤い髪のやつがガー君の印です。はい、母ちゃんも食べたし、父ちゃんは2個食べました。おかわり。おかわりはもうありません。じゃあ次もココナッツで何か作ろうか。まだまだあるからね。うん、はい、あと2巻。みんなまたね。